前に聞いていただいた社長さんがいて、で私ちょっと覚えてなかったんです。あ、覚えてましたよね。ただ1年ぶりに来てですね、おかげさんで事業絶好調になりましたってですね、前は3人だったんですが、今もう15人で年商が3億になりましたかみたいなね、まだ創業5年目ですけどね、という嬉しい社長さんが来てですね、その社長さん、まあね、もう会社名いい話だから社名をもう出しましょうね。アップライジングか、アップライジングサイト、まあ後で検索でもしてください。スマートフォンからでも何でもいいですよ。アップライジング宇都宮です。宇都宮っていうのはすごい町でしたね。行ったことあるでしょ、宇都宮。お、なんで行ったことあるんですか。仕事で。なるほどね。宇都宮は実はある商品が日本一なんですよ。え、知ってます。餃子。ああ、その通り。なんで知ってるんですか。いや、なんとなく知ってるだけですけど。おー、あ、でもすごいですね。実は餃子日本一、消費量が。で、お店もそうですね。お店も日本一。で、あれはですね、なかなかね、これはなかなかですよ。役所の観光課のサラリーマン公務員がある時なんかそれ見つけて、消費量が日本一だと、消費量がと、ほら、よし、町おこしだってことでね、日本一の餃子というふうにこれで売り出そうって餃子組合にこういろいろ話しかけていって、お、面白いねと、こういうふうにやり始めて、まあ、10年20年か経って、で今やですね、餃子日本一ですね。まあまあそれはいいんですけど、まあそんな感じでやってますけども、宇宙の都のね、すごいんですよと、宇宙の都の宮なんですよみたいな。なるほどねと。まあここまでもどうでもいい話なんですけど、これアップライジング斉藤さんがですね、創業5年で3億ですよ。しっかりも利益出します。うん、何をやってるかっていうとですね、実はですね、親父と本人と弟が3人ともですね、実は商売失敗しましたね。それぞれ別々やってたで、よくあるマルチ商法に手出して、ニュースキンかアムエイかなんかその辺の手出して、それも失敗です。おとといやったそのネットワークビジネスやってるアムエイのトップ営業マンっていうのは5億円長者です。うん、たまにそんなの出ます。騙してね、ネズミ講で騙して、この人は騙してる感じじゃなかったですね。まあ騙してるんですけどね。まあまあでも山崎匠っていうですね、なかなかやる系の著者講演家でもありますけど、これは大成功。まあでも大半はなかなかネットワークビジネス完全不買収ですからね。ただ保険でも独立企業でも1割ですから、成功する人は1割もいませんけどね。まあだからその別に、まあでもそれで失敗してた、商売失敗して追い込まれた人が意外にやるのがマルチ商法、ネットワークビジネスなんですね。まあやってもいいと思いますよ。教育体制は非常に面白いですから、やる気が出る研修をやって、もっと売れみたいなね、もっと騙して友人知人子供にしてネズミ講でやれみたいなね。なかなかそこまではちゃんと言いませんけど、まあ実質そんなこと言ってるんですけどね。あれはやる気が出ますんでね、追い込まれた人は一度集会に行ってみたらいいと思います。新興出家もいいです。私も10カ所行きましたよね。悪くないですよ。ぼったくらないようにすればなかなかいい話ばっかり、行くと仲間がいますんでね、いいですよ。おすすめネットワークビジネスと新興宗教、追い込まれたら新興宗教、ネットワーク覚えとってくださいね。本当ですよ。ハマらなかったらなかなかいいですよ。ほとんどの人ハマっちゃう。ハマって失敗してもね、みんな辞めるでしょ。辞めるんですけどね、それもまあ人生の一時期はまあいいと思いますよ。私全然合わないから、まあ4回5回ぐらいやろうかなと思った時期があったんですけどね、追い込まれた時ですね。まあしませんでしたよね。話してる内容はね、悪くないですよ。モチベーションのやり方とかですね、あれはいいと思いますね。でまあね、失敗した、それもそのこの斉藤さんだし、で親父がですよ、年配の親父がもう就職ないと、でやっと見つけたと、ゴミ屋就職決まったと、ただ完全不合ってゴミ屋で、おおみたいな。でそのゴミ屋の社長が指示が、まあ結果論としてはおおよかったんだなと思ったんですよね。お客さんはって、なあやんなあ、飛び込みで探してこいみたいなね、うわみたいな。で一般家庭飛び込み行って、会社とかお店行って、すいません、なんか不要なもんないですかみたいなね、もうあれだったらタダで引き取りますし、ものによってはその、ね、ちょっとね手数料くださいと、もしくはものによっては逆にちょっとお支払いしますからね、まあ、飛び込み営業。なるほど、ね、それでうまくいったって言うんですよ。
豆腐興味で、なんかないっすかって、山ほど出てくると不用品がと、ちょうどよかった、持ってってみたいなね、市役所のやるのとね、もうなかなかあれだし、面倒くさいしとか、いや、もういい、持ってってみたいなね、もうはいはいって、で、仕入れて、まあ、ああいった人たちね、裏の販売、再販ルート持ってましてね、例えば、まあ知ってますよね、一番有名なのは、例えば携帯電話、もうどんどんみんなね、使わない、でもそれ専門に回収をして、実は金銀銅、ね、プラチナとかになって、実はあれ、宝の山。都市鉱山って言ってますよね、携帯電話ってですね、中の金銀あれをちゃんとこう溶かしてですよ、やって、まあ多分そういうのはね、中国人とかそういうの得意ですけど、そういうの知ってたっていう人、携帯電話は宝の山っていうの知ってたってね、何度かテレビで報道されて、あとはよくあの不老者のおっさんがあの空き缶アルミ缶をこうね集めてますよね、あれもこの前ですね、あれはね見た、現場を見た、集まってるところで加工してるところをね見ましたよ、あれはね、あ、大阪西成区、あの日本最大のスラム街、ホームレス街ですね、そこ私毎回あそこに泊まるんですね、1200円なんで、3畳一間風呂なし、でね、こういったとこからですよ、宿泊料1万円とかもらってですよ、実際そんな泊まって8000円浮かすっていうですね、それ嘘ですよ、証拠外装は今日はでそんなに講師料高くないんでですね、しっかりこうくださいね宿泊費じゃないや、あ、まあいいや、あのでですね、あ、そうそう、ゴミ屋をやってたんですよ、ゴミ屋をやっててですね、これはいけると、歩合セールスだったけど増えていったんですよ、でその中でそのゴミの中である商品が仕入れて再販して儲かるっていうのが分かってきたんですよ、何だと思います、これはね、昨日ね、その業界の人がいてですね、あって言いました、そういえばそうですねと、実は処分に困ってるんですと、ああいやもうありがたいと、持ってってもらったらありがたいんですよと、その商品って、昨日、うん、2人いた、その業界の人、何だと思います、不用品で、いや持ってってくださいと、でそれを売ったらね儲かるんです、今うまくいってます、そうですね、もうちょっと重いもんです、重いで、多分こうそうですね、この多分ね半分以上の人が該当するんじゃないですかね、多分そういったものを多分そのうち処分として出すようになると思います、というか普段は多分ですね、まあ今車関係、いやバイクじゃないですね、まあバイクはね、バイク王というね、リサイクル大成功がありますけど、車関係、車のある部品、ハイタイヤ、タイヤです、中古タイヤと中古のアルミホイル、これがゴミの中でこれがうまく売れるというのが分かってきたんですよ、それでそのゴミ屋の歩合セールスをやってる時ですよ、それで実は親子で結託してですね、よしこれで独立しようと、中古タイヤ、中古アルミホイルの、仕入れて売ると、売買ですよね、これで独立をしたんです、5年前です、で今もう3億です、3億でね、びっくりしましてね、ただ独立の金がないんでお店もない、お店もない、ただ仕入れはできると、仕入れは実は簡単にできる、比較的簡単に、どっから仕入れると思います、中古タイヤ、中古アルミホイル、どっから仕入れるか、まあ、ちょっともうあと30秒ぐらい真剣に考えると多分みんな分かると思うんですよね、どっから仕入れるか、はい、解体屋さん、実は新車のディーラー、中古の修理屋さんとかですね、そういったところも、昨日は中古車屋さんが来てたんですね、勉強会ですね、いやもう実はね、もうねメーカーも引き取ってくれないし、いやもうあれはねちょっと困ってるんですよ、毎回みたいなね、流通ルートもないらしいんですよ、車は今オークション会場とかいろいろあるじゃないですか、最悪売れなかったらねオークション会場でも投げ売りするんですよね、あのガリバーとかああいったところなんかもそうですけどね、タイヤはねそういうのはできてないって言うんですよ、だから実は困ってるんですよみたいなね、いやそんなとこ飛び込みです、飛び込みで回っていくと、あもう持ってってください、ちょうどよかったみたいなね、いう感じで仕入れは OK、 問題は販売ですよね、どんな業界でもどうやって売るか、これが一番難しい、お金がなかった、あ一番最初にやった売り方何だったと思います、これねたまに聞く、私は普段ねそっち系じゃないんで忘れてたけど、あなるほどそれかみたいなね、お金が全くない人、物はあるお店もない人が何かを売ろうとした時、
に使う手段の一つです。はい、そう、インターネット、そうです、そう、インターネットでも何でしょう、全くのど素人でもすぐできるインターネットで売り方、ブログ、うん、じゃないですね、オークションです、ヤフーオークションなんですよ。あ、実はですね、これはですね、ネット通販で今成功している人たちをずっと、まあ、福岡でピアリビング、ピアリビング、これ今でも私が全部直接会って成功事例聞いてる、これは2億インテリア商材ですね、女社長とか岡崎太郎とか、うん、何人かですね、実はですね、一番最初やるときに金がなかったらどうしようもない、でもなんかネット通販できないかなと、そういう人間が実は比較的ですね、自然に追い込まれてやるのが、でその身の回りの家財道具とかなんか商品とか、まあそれもちょっとオークション出してみようみたいなね、出してみる、これが実はね意外に売れたりするんですね、うん、もちろんそれは今はもう昔に比べると競争が激しくなってますんで、オークションないでもですよ、インターネットは儲かるってそんなのありませんな、さあ、敵が多くなったら儲かりませんから、まだ誰もやってなかったら儲かるんですよ、要は市場が実はあってライバルが少ない状態の時が誰がやっても儲かるってですね、例えば今で言ったらそうですね、花丸うどん知ってるっていう人聞いたことあるって言った、花丸うどんみたいな、でわーってねチェーン展開やって、で調子になって、ね、もうダメになって、上場ダメになって、あれはですね、悪徳トヨタ商事、あの殺人事件ありましたよね、トヨタ商事、ここのトヨタじゃないですよ、トヨタ商事事件っていう金の飲み物の詐欺的じいちゃんばあちゃん騙した、長野なんとかってですね、まだ30代の社長でした、最後ヤクザに殺されましたよね、もう20年以上前の話ですけど、あそこの元社員だった実は、でかわいそうにね、社員だから関係ないんだけども、その経歴が上場の時の審査で、まあ今チクるやつがいるんですね、同業他社経営ですよね、まあそれでダメになって上場がですね、かわいそうにね、そういう社長で、香川出身で頑張っていったのに、で本人が引退と退職と、で牛丼が買収してるんですね今、牛あの松吉野家の今子会社になっています、でその社長が今実はうどん屋である地域で、もう大成功してます、また復活大成功、うどん屋です、うどん屋のね、なんよくあるじゃんみたいなね、ところがある地域でやって、わこれ私はね日経ビジネスで見たんですよ、久しぶりに、わあ久しぶりやな、博多で会ったりいろいろ話したんですよ、もうその時花丸うどんのチェーン店でぐわーっとこう来てますんでね、私ね顔見てすぐ分かったっていうか、社長なんか昔不良かなんかやな、ヤンキー系じゃないですかみたいなね、成功ベンチャー系で成功する何割かはね元不良とか変なことやってた連中なんですね、でも顔でね意外に分かるんですよ、分かるっていうか、まあ、まさにその系統の顔やったから、お前不良かなんかやっとったろこの社長みたいな、そしたらもうニヤニヤ笑ってたんですけどね、まさかね富田商事にいたって図星だったんですけど、まあまあそれだからもうよくね知ってたんですけど、そしたらね一旦ダメになって、そこからね大復活で今また成功しました、でまたうどん屋でした、ある地域でやって成功しました、敵がいないところです、どこだと思います、もうだからね敵がいないところでやれば成功するんですよ、技術が普通でも、うどん屋な日本、ああまあ言ってしまった海外なんですね日本じゃ普通だみたいな、ところがある海外のあるところでやったりするともう当たってるんですね、今日経ビジネスで見て、お嬉しかったですよ、お復活おめでとうみたいなね、どこだったんです国で、例えばアメリカだとかね、まあ、中国だとか、まあ、そういうのはもう出てます、いろいろ敵だらけ、敵がいないところ、需要は実は あるけども、じゃたまたまなかったと、そんなところにポンと行くとバーンっていくんですね、その代わりうまくいくとライバルがまた増えてきますけどね、増えてきますけど、ロシアです、ロシアでやってる、で寒いでしょロシア、ね、まあ花丸のはまあまあ正直言うとね冷凍うどんですよあれは、うん、あんなチェーン店ですからね、まあその同じノウハウ、本人はうどん職人じゃないですからあの人ね経営ノウハウある、うん、だから多分日本かどっかでね冷凍生地をやってロシアでこうやってもう成功してるんですけど、なるほどロシアかと、でその今アジアがすごいっていろいろ言ってるけど、まだこうロシアがすごいっていうのはあんまり聞かないでしょ、で聞かないよね、でもやっぱロシアもやっぱりもう改革開放はもう始まってますんでね、でロシアね日本のビザそのままではいけないんですね、パスポートはちゃんとビザ申請しないといけないんですよ、
もう中国をはじめ大概のところは日本 の, そのパスポート、まあ、あれミトコンなんですからね、パンって出して、うわーみたいなのがね、あはい、OK、もうネパールなんかは、まあ、大体57カ国私行ったんですからね、日本はやっぱすごいですね、過去のやっぱね、先輩たちの築き上げてあるわけですごいですね、ジャパンって言うだけで、わー、OK みたいなね、まあ、アフリカとか南米行くとですね、チーナ、チーナって言われるんですよ、スペイン語で、チーナ、チャイナーみたいなね、まあ、バカにしてきます。あの中国人は